刻は夜7時を回りました。つかちゃんのアニソンマーティンのお時間です。はい、今日はですねスタジオの中が賑やかな上にせあの大盛況でございますよ。はい、まずはこの番組なんですけども、アニメ好きの私木更木司がですね、大好きなアニメアニソンをご紹介していくという番組です。まずはですねメールアドレスの方はメッセージを募集しておりますので、メールアドレスは797@fmgino1.com、797@fmgino1.com です。また FM ギノワンではユーストリームやツイキャスで映像と音声を配信しています。そちらの方でもお楽しみください。そしてアニソンなのに音楽を聴けないという困っているそこのあなた、FM ギノワンではサイマル放送も行っておりますのでね、いろいろ豊富なラインナップでお届けしておりますので、はい、そちらの方でもお楽しみください。FM ギノワのホームページから簡単に聞くことができます。さあ今日はですねなんとなんと、テーマもそうなんですけども、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。はい、何ヶ月か前に、颯爽と現れて、そして颯爽と風のようにいなくなったあの方を覚えてらっしゃいますでしょうか。戻ってまいりました。自己紹介よろしくお願いします。どうもこんにちは。MC 天賀です。お久しぶりだ。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりでございます。はい、ほんと2ヶ月ぶりぐらいですけど。2ヶ月ぶりのね。はいですね。はい、2ヶ月間、はい、聖地秋葉原で修行してきたのでしょうか。はい、そうですね。だいたいこすってきましたね。はい。さあ、そして今日はですね、なんとスペシャルゲストと、もお呼びしております、今日はですねいつもアニメをご紹介している番組なんですけども、アニソンマーティンっていう番組、実はマーティンの部分はですね、私の大好きな映画に出てくる車のアストンマーティンというものから撮ってます。ということで、今日はですねその映画をちょっとご紹介したいなと思います。そしてその映画に関するこの映画を語らしたら日本一と言われるある専門家の方をお呼びしております。間違いない、はい、その専門家の方ご紹介する前に、はい、いつもの来てくださってます、自己紹介よろしくお願いします。あ、俺相談役、はい、相談役エコザイルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でそして今日のメインのゲストであります、はい、007を語らせたらこの人の右に出るものはいない、さあ自己紹介よろしくお願いします。どうも大木ボンドです。おい、何で紹介します。 FM ギノワンスタッフのヒロキです。はい、ヒロキックスです。はい、ヒロキックス、はい、よろしくお願いします。そうなんですね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあそしてですね、今日はですね曲をね何をお届けしようかなって今考えたんですけどね、実はまだ決めておりませんので、ちょっと喋ってつないでいこうかなと思っております。分かりました。なるほど、すぐうちわで今話しましたね。うちわの話が出ましたね。はい、今日は特別版ということで、はい、ちなみに皆さんは007をね、相談役は相談役、あ大丈夫、一回も見たつきないです。おっと、相談役のいきなり爆弾発言から始めますけどね。で天眼さんはまあまあ見てましたね。ああ見てました、ね、でも昔のですね、はい、昔っていうかちょっと前ぐらいまで、なんかやっぱりその世代世代で、はい、その馴染みのあるボンドっていうのが、ね、何代目何代目でありますもんね、はい、あるので、はい、今で多分6代目、あそんなのあるか、はい、そうかそうでぐらいありますね。なので、この多分なんて言うんだろう、その印象というかですね、世代によって、この特にその社会情勢とかも入ってたりするんで、あまあ破作品にね、はい、なので多分世代間ちょうど今20代と、まあ、40代です。40代なので、はい、ちょっとなんて言うんだろう、この世代間での、なるほど、なね、ギャップの埋め合わせというか一致だったり、はい、できるかなと思って、ちょっと今日楽しみなんですけど、はいはい、世代間、はいはい、この中で一番年下のはなのは私かなですね。そんなしれっとなんか進めないでください。違いますよ。ほぼ変わんないんですけど、2歳ぐらい僕の方が下ですよ。あそうでしたっけ、そうです。あ2歳ぐらいだっけ、はい、あそっか、そんなに変わんないんですけど。ああ、いやてっきりユーミンとかも詳しいから、てっきり昭和初期かなって。なんだろうな、金銭に触れるところがすごく古いというか、昭和な感じをするよ。昭和な感じがする。若干あ、なんかでも、個人的に何かの生まれ変わりなのかなって思ったりすることもありますよ。いきなりとっぴな発言が、はい、まだ古いんで5分しか経ってないですよ。今日のテーマはユタじゃありませんよ。アニソン、アニソンでもないですけどね。アニソン、マジでアニソンでもない、今日のテーマは007、アニソンじゃなくてマーティンの方、マーティンの方ね、
マーチの方ね、ご紹介していただきます、はい、さあそれではまず曲はですね、はいはい、007カジノロワイヤルの主題歌で、うん、クリス・コーネルさんが歌ってます You Know My Name です。どうぞ。いいっすね。なんか007のオープニングってちょっと独特な、うん、あるね、はい、オープニングね、独特なんですよ、はい、例えばこう、あこれもあるんですけど、あ、うん、これまあカジノロワイヤルなんでトランプのやつなんですよ。トランプが出てきてバンバンって打ったら7番のトランプが007っていう風になったりとか。え、これどいつから、どっから。これカジノロワイヤルのあれです。オープニングっていうのはあれじゃないですか、一番最初の拳銃のやつではなくて、なくて、でカジノロワイヤルの時も拳銃のやつが今まで一番最初だったんですけど、うん、カジノロワイヤルはあれなんです、あのこのオープニングに入る前なんです。へえ、最初なんか車が出てきて、うん、あの一連のことが終わった後に、うん、ジェームズ・ボンドが拳銃を取ってバーンって画面に打ってダダダダダダって始まるんです。このカジノロワイヤルで初めてこの今までの流れが崩されたんですよ。だダニエル・クレイグの1作目、1作目です、はい、そうか、あのまあまあ、ね、まあいいよ、ネタバレいいのか、あれってカジノロワイヤルが、はい、家自体が崩壊する有名なシーンなんですよ。家っていうか建物、でもあれはあれカジノロワイヤルだよね、違うだったと思います。だよね、あれがすごく印象に残ってる、はい、その CM とかよく流れてた。ベスパーリンドが車の中に取り残されて崩れていく、ああ最後のシーンね、はい、あ敵家飛ばされるっていうのができる、あの M さんの家とかじゃなくて、 M さんじゃなくて、あの Q さん、ほら、スカイホール、スカイホール、スカイホールもほらボンドの実家爆発してるさ、はいはい、あれではないです。そうそう、まあ、崩壊に近いのか、うん、崩壊という形であればあれは崩壊、ちょっとおすげえっていうのはやっぱあった。カジノロワイヤルの CM みたいな、カジノロワイヤルがちなみに原作の第一作目なんですよ、実は。本当は実は原作の、はい、そうだよ、そうだよ、カジノロワイヤルって過去だよね。そうなんです、はい、遡って、あの要するにデーブズ007っていうコードネームになるまでの話、はいはい、そうです、そうです、あの殺しのライセンス、そう、あ、はい、殺しのライセンスはその前のやつだよね、あのキャラ、あの役者、あ、違う、だって、あのカジノロワイヤル最初はあのボンドが00になる、あ、00、そうか、00ってなかったな、00という称号が人殺し、殺してもいい、任務に対して何か障害があるんだったら殺しても大丈夫っていう称号なんです。あ、そのためには3人ぐらい殺さない、2人か、うん、殺さない、00に昇格するには2人ターゲット、ターゲットを2人殺すことが、あ、まあ、実績か、うん、実績、ああ、なるほど、なるほど、あ、これやっぱ今見たら面白い、多分あれでしょ、MI6 でしょ、情報、あのイギリスの情報機関でしょ、そうです、イギリス情報、MI6、 うん、はい、これは実在する機関でもあります、そう、だから俺ほら都市伝説にハマってたから、はい、いろいろそういうの知ってるだけに、はい、今見たら面白いのかな、あの CIA とのこういう関係とか、はい、あと、まあ、ちょっと前だったら冷戦時代とかあるでしょ、はい、俺が多分見てたまだ分からない頃の社会情勢の、うん、あ、映画の時は多分その状況だと、結構スパイ活動が一番活発だった頃、じゃあいつも通りあの私 の、うん、あの紹介から、この007は何だ、何だ、あ、そうね、まずはね、はい、ウィキペディアと、あ、なんていう、チュートリアル、チュートリアルというか、あのいつも大体私あの最初にざっくり紹介するんですよ、はい、あ、ざっくり、まあ、ざっくりと今回ちょっと詳しく紹介しよう、あ、はい、あ、解説もいいです、解説もいいです、はい、うん、じゃあ間もなく CM ですね、はい、でこれってもコメント、あれは入ってるの、このようなツイキャスは入ってる、声は入ってますよ、ね、ユーストリームにも入ってますよ、よかった、今これ喋ったら、これオンエア喋ればよかったかなそうだよね、入ってる、はい、あ、でよかった、いいです、その20作品目のダイアナザでは北朝鮮が出てくるんですよ、あ、はい、そう、俺ね、ダイアナザでを結構好きだった、あれ面白かった、あのカーチェイス、うん、うん、氷の上だっけ、氷の上、うん、で、なんか取ってピューンみたいな、なんかこう裏、なんだっけ、裏返ったのとか、裏返、うん、あのイジェクト、あのイジェクションシート、うん、だっけ、あの緊急脱出用のシートを助手席だけ作動させてポロンってひっくり返る、うん、あ、なんか、上にプルンってミサイルを、あれは面白かった、あとタイヤからトゲ生えて、あのそのままバックして、あの消えて、あ、っていうシーンもあったじゃないですか、もう覚えてないけど、まあまあ、でもすごく面白いイメージがあった、大情勢がね、色々ちゃん、牛角のシーンも入ってるけど、いいの、あ、牛角は決まってますよ、え、もう完全にスポンサー決まってるの、はいはい、
そういう話の話。はいはい。まあ、さらっとそうですよ、ね。いや、一瞬キーだと、あれ、嗅覚。大丈夫です、大丈夫です。子供だけじゃないぞと。嗅覚と神経決まってる。6リッター。え、ストーンマーティン。最近量。だから、そろそろ007も低燃費化を進めていかないといけないから、第1号としてミライースなんですよ。ミライース。ミライースのボンドカーか。ミライースのボンドカーって。しかも、10.15 モード、ゼロで出てるから、ね。うん、もう、垂れ流しだよね。リッター2しか走らんだろうね。リッター、そこはね、そこを何とかミライースで。ゼロ1個増やして20にまで。20っていう。これがミライース。低燃費っていう人ですよ。低燃費っていう。これをちょっと、シャキッと当たってるんで、やろうかな。なんかずっとこうやってて、ブルガリさんから、まだあるよみたいな。いくつか来てるんで、はい、それをちょっと、ほじっていこうかな。あ、面白いのが来てるから、いくつか。あ、まあね。いや、ラスト CM20 秒前です。はい、で、最初音楽会いきますね。はい。じゃあ最初、ツイキャスからいく？ですね、コメント紹介からいった方が。じゃあちょっと。一応メール出しておきますよ。フルで。5、4、3、2、1。おぉ。いいね。いいね、音楽。うん、マイクあげます。時刻は7時11分、もう12分になろうとしております。スカちゃんのアニソンマーティン、FM ギノワのスタジオより生放送でお届けしています。さあ、今さっきほどお届けした曲は、クリス・コーネルで、You Know My Name です。うん、はい。この曲はですね、うん、あの007のカジノロワイヤルの主題歌としても使われました。うん、さあ、ツイキャスの方もたくさん来ておりますので、ね、はい。それではツイキャス担当、横澤さん、よろしくお願いします。はい、ブルガリさんからですね、はい、ヨナミネ D、はい、質問です、はい、アストンマーティン買った、はい、あという件なんですけど、はい、その件に関してはちょっとね自分とスカちゃんでね、はい、アストンマーティンよりいいのがあるんですよね。いいのがあるんです、あるんです。で、排気量もどれくらいかというと来てるんで、ブルガリさんから、はい、ちなみにアストンマーティンの排気量現行、はい、もう5900なんで、もう約6リッター、 6000cc で 10.15 モードの燃費、はい、ゼロって提示出てますね。ゼロ、はい、だから簡単に言うと、ゼロっていうのは実はこの 10.05 モード国産車しか測らない。そうそうそう、外車は測らないんですよ。測らないんで、だいたい6リッターあったら、はい、だいたい外車の燃費って、はい、もう2キロリッター2、3走ればいいって、車輪流しなんですよ。2、3、はい、でもうそろそろね、ボンドカーの方も低燃費化を進めていかないといけないということで、気に合わせた感じ。ブルガリさん、スポンサーお願いします、はい、ミライースをですね、はい、史上低燃費のボンドカーに仕上げようということで計画してます、はい、キャッチフレーズはボンドカー史上最高の低燃費いいキャッチフレーズですね。キャッチフレーズ最高。なんでミライースなんですか。はい、いや、なんでミライースなんですか。あのですね、ヨナミネ D がですね、はい、ヒロキキックなんとアストンマーティンのボンド007すごく好きなんで、ボンドカー好きだということでね、私たちからプレゼントしようかということで、はい、どうせだったら今乗ってる車をちょっと改造、まあ、慣れてますから ね、うん、改造しようかなということで、うん、はい、今スポンサー大募集中です。乗ってる車がミライース、はい、ミライース、そうそうそう、それをボンドカーに、それをボンドカーにで、売り文句はなんと、ボンドカー史上最高の低燃費。いいですね、はい、いいですね、期待行こう、はい、これはワクワクですね。ワクワクですね。計画中です。あ、いいですね、はい、でそしてハッチャトミさんからもこんばんはと来ておりますね。こんばんは、はい、でそれではですね、うん、まずいつも通りですね、うん、私の、うん、アニメのご紹介もいつもしてるんですけども、今回は007とは見たことない方も中にはいらっしゃると思います、うんうんうん、前もいつもはねざっくり紹介してたんですけども、うん、今回ちょっと詳しめに紹介していきたいなと思います、うんうん、はい、007が世界中を駆け回って銃を撃ちます、うん、っていう映画ですね。いや、終わりかい。ざっくりだろ、いつものざっくりだろ、今まで聞いたけど、ね、一番さっぱりした簡潔ですね、はい、でもね、ヒロキックス、間違いはないですよね。間違いではない。間違いではない。でもだからそれこそ、はい、世界のいろんなところでロケしてるっていうのも作品の魅力の一つで、そうですね、それこそ日本とか、うん、ロケ地になったりとかして、うん、あ、東京のあっちが出てるよとか、はいはい、両国で行ってるじゃんみたいな、そういうのもちょっと映画の見どころかなと。はい、うん、ある意味聖地巡礼ですね。ですね。できますからね、うん、で。ちゃんと紹介していきましょうね。はい。はい、007はですね、
イギリスの諜報部員であるジェームス・ボンドがですね、はい、任務を受けたり、あと自分勝手に、世界中を飛び回ったりして、その任務やミッションを片付けていくっていう、仕事をやっていくっていうやつなんですけども、一応人物設定もちゃんとありまして、オックスフォード大学卒業後海軍中尉となりまして、第二次世界大戦で終戦後に秘密諜報部 MI6 の工作官となります。でそして、フランス語ドイツ語が非常に堪能ということでね、で他にもですね、健康面ではですね、尿酸値が高く、肝疾患がありリウマチ高血圧頭痛などを患っており、医者から長生きできないと注目されておりますね。細かいわ温泉に行け使って大体細かいわ細かいですね大体細かいわでそれでですね、007の魅力は結構いろいろあります、先ほどヒロキクスが言いました、世界中でロケをするというのももちろんそうですし、私が興味ある車、やっぱりボンドカー一つとってもいいですし、はいはいはい、ここにいるね、皆さん男なので皆さん大好きな、女性、必ず出てくるヒロインというかね、女性、ヒロインもありますし、あとは忘れてはならない、Q が開発する特殊兵器の数々、本当におもちゃみたいなものから優れたものまでいろいろ幅広くありますね。確かに本当これ昔からそうですもんね、この特殊な、そうなんですよね。さあひろきさんがおすすめの、Q の秘密兵器といったら何でしょう。ありますからね。これエヴァンゲリオン級ではない。エヴァンゲリオン級ではない。失礼しました。はい、じゃあ級に関してもちょっと説明しておきましょうかね。いろいろ兵器開発してくれる、おじいちゃんです。っていうわけではないんですけども、Q っていう特殊開発家、特殊兵器開発家の、一番トップなのかな、一番トップのことを一応 Q という役職みたいで、ネーミングっていうかあるんです。はい。役職みたいなものですね。役職、はい、なんで映画によって若い人が演じることもありましたし、年いかれたおじいちゃんみたいな人が演じることもいろいろありました。今で3代目ですね。今が3代目級、すごく若いですね。この知識来ましたね。今が3代目なんですね。3代目、はい、あれかな、もしかして3代目 JSOUL BROTHERS の人権あやかって3代目にしたのかな。おいや、どっちが先だよ。そうなの、気になるところ。はい。でそして007とは何なのかと、ジェームズ・ボンドにはですね、任務遂行中自分の一存で容疑者を殺めても不問にされる殺人許可証、いわゆる殺しのライセンスが与えられており、00セクションというセクションが MI6 の中にはあります。そのセクションに所属する7番目の番号を振られたエージェントという意味で007、なるほど、ということですね。ただこれ英語圏内以外では読み方がいろいろありまして、日本では007って言い方する人あまりいないです、007言いますね、実際映画の中でもですね、Q が007とかいうシーンもあります。007という翻訳の方で、実際の言葉として、翻訳なしの字幕バージョンで007っていうこともありますし、M なんかは007って言い方しますね。なんかドイツ語だとヌールヌールジーベンみたいですよ。そうそうですね、なんかちょっといやらしい感じがしますけどね。さすが下ネタ大好き。すでに全開だね。もういやまだお酒が入ってないので全開ではありません。じゃあ今2足ぐらいか、はい、まだ一足入れたかなってエンジンかけたかなって、それぐらいっていう、まだ2つ目なんですね。でそして、007はそもそも映画ではないんですよね、原作に小説、作者がですね、イアン・ソープ、フレミングですね。そうですね、はい、イアン・フレミングが書かれた。イアンもあれだし、フレミングもあれだね。どっちでも使えるんだよね。左手の法則やめとき。実はこれ、右手の法則もあるんですよね。でそして、長編小説としましては、第1作目が、皆さんまだ記憶に新しいカジノロワイヤル、そして2作目が、死ぬのは奴らだ、そして3作目がムーンレイカー、4作目ダイヤモンドは永遠に、で5番、5番がですね、これなんだ、なんて書いてあります、愛の中、間違えた、愛の中心ではない方、ロシアより愛を込めて、そして6番目がドクターノー、ゴールドフィンガー、
でサンダーボール作戦で、私を愛したスパイ女王陛下の007で007は2度死ぬ黄金銃を持つ男あというふうになっておりますね。これが長編12作になります。はい、いやー007ね、あと007で言うと、うん、あの007のもう一つ、すみません、もう一つの楽しみがありましたね、うん、007を演じてきた俳優さんによって、うん、ボンその俳優さんを演じてきた年代がありますので、うん、それによって、うん、あのボンドの印象が違う。そうですね、はい、そうですね、確かに、うん、私とひろきさんは年代がほぼ一緒なので、そうですね、あのピアースブロスナー5代目の、はい、5代目のピアースブロスナーの印象が多分、はい、同じ世代の間で強いのかなと、007といえばって出てくる顔、はいはい、ですね。でそしてあの MC 天賀さんは、僕はだから何、最初ショーン・コネリーか、うん、おーショーン・コネリー、うん、エコさんは見たこと、名前聞いた時あるのはそのショーン・コネリー、ショーン・コネリー、うん、なるほどなるほど、なんかねショーン・コネリーの時代なのかな、うん、ジョーズってシャーク、なんかサメの発したライバルみたいな、はい、ジョーズ、はいはいはい、ジョーズって言いますね、はい、あはすごい印象強いですね。ちょっとライバルがいる、2、3年前だったかな、リチャード・キールさん演じた俳優亡くなったんですけど、はい、その時に、はい、あ出てたってこと、出てたっていうか、まあまあ 2,3 年前ちょっと最近なお亡くなりになったんですけど、もうこの、ね、印象が強いなと思って、まあ、確かに敵役の中での印象は強いですよね、うん、いやすごい強い、このニキって笑った時に全部鉄っていう、そうそうそう、はい、あれはだから結構小学校中学校ぐらいだったから、はい、よく再放送されてたから、多分それはすごくだから怖い印象的ですよね、うん、なるほどな、あのなんだロープを、鉄のロープを貼れかってちぎるんですけど、すごいシーンでしたねあれも、うん、はい、でそして、うん、007でいうと、うん、あのまあ、今回、まあ、最後4部作として終わった最後が最近公開さ、最近まで公開されております、うん、去年かな、去年までありました、ね、公開されてたスペクターが一応最後なんですけども、うん、4部作カジノロワイヤル、慰めの報酬、スカイフォールスペクターという順番で公開されておりましたが、ダニエル・グレイクが演じておりましたね、うんうん、はい、で次のボンドは誰かという予想が、まあ、今もされているのかな、うん、はい、まあ、次私じゃないかなとちょっと思ってるんですけどね、うん、ボンド史上最大のボンド最大最大の、はい、じゃあひろきさんはあの番組終わった後ちょっと話し合ってください、ミーティングだね、はいはい、ミーティングしましょうね、はい、ダニエル・グレイク、あのボンド史上初だったんですよね、金髪のボンド、うん、金髪、ああそっか、はい、確かに青い目の金髪のボンド、うん、そうだ、はい、まあ、ちょっと髪の毛が寂しい部分があったのかなとちょっと印象はありましたけども、はい、タフガイなイメージですね、そうですね、ダニエル・クレイグさんはね結構その自分でアクションされたみたいで、ほとんどをスタントマン使わず自分でアクションされたみたいで、なのでアクションのシーンは見応えがはい、あるかと違いますもんね、はい、本人がやると違う、はいはい、そうなんです、アクションのシーン、なんだろう、殴るシーン的なのが多いのかなと、こう絡むよね、はいはい、でそして、うん、あのまあ、ちょっと僕の中でこの4部作でちょっと寂しいなと思ったら、カーチェイスのシーンがあまりなかったなっていう印象は受けましたね、うん、あ、そうなんだ、はい、カーチェイスも結構目玉のね、カーチェイスもそうですね、でボンドカー、うんうんうん、やっぱボンドカーはいいですよね、うん、あのなぜかね、イギリス政府の、まあ、税金なんでしょうけど、うん、あの人たちの車はそう、ね、はい、なぜか全て高級車っていうね、はい、叩かれますね今の時代はね、今ね日本で高級、ね、アストンマーティンなんてねパトカーに使った瞬間国民からバッシング食らいますからね、はい、来るね、プリウスのレースっていうね、プリウスのレースね、ひろきさんはあのこの車の中で一番好きな車っていうと、いやーどれだろう、まあ、DB5 とかも、アストンマーティン DB5、 あの最初ゴールドフィンガーって多分最初に出てくると思うんですけど、はいはいはい、はい、うん、とかもいいかな、まあ、あれはちょっとなんていうの、アンティーク的な部分がありますよね、もう今の時代だと。そうですね、ちょっと古い車みたい な、確かにそれもありますね、でそして、うん、あの実は映画の中で、うん、唯一市販されていない車があるんですよ、うん、今までの007の中、うん、あの今までの007全て一応市販はされている車を、あ、うん、まあ、メーカー決めてそれをモデルに作ってるみたいなんですけど、実はですね、スペクターで登場しました最新、はい、DB10、 アストンマーティン DB10、はいはいはい、
実はですね、このアストンマーティン DB10 に関しては、うん、市販化されていないアストンマーティンなんですよ、はい、非売品、非売品、簡単に言うと、世界に10台しかありません、ADB10 だけに、はい、2台はアストンマーティン本社に展示されております。あとの8台は映画供給会社とかに割り当てられました ね映画の撮影とかのために、はい、でそれを1台購入した方がいるんですよね、うん、落札オークションで、はい、この時の金額が約、3億9000万円、はい、素晴らしいね、素晴らしい金額ですね、素晴らしい、それを買えるってのは素晴らしい ね、はい、ねだけど多分ナンバー取れないだろうね、あそっか走れない、はい、ただ行動仕様は不可になっております。なるほど、あれは確か何台以上とかじゃないと、うん、認可が降りないんですよ、生産台数、生産台数が、あ、だからよくちょっと話取れるけど、はい、レースなんかでやる車は最低限定500台って持ってくるじゃないですか、うんうん、あ、そうなんですね、その数ぐらいじゃないと確か市販ナンバーつけて道を走ることができないはずなんですよ、その国によって違うはずだけど、はい、あ、多分日本は500台以上だった、日本は500以上だよね、販売台数目標を、そうそう、あ、じゃないと最低でも500台とか1000台とかで限定で作らないとナンバーが取れない。へえ、そういう感じ、はい、ただ車両をちょっとカスタムしたぐらいのものであれば、うん、もうすでに公認取っているので、うん、追加で申請する必要はない、だから限定100台とかでも OK なんですよ、うん、例えばアストンマーティンの DB11 をボンドカー仕様に改造したやつを限定100台で売りますよって言ったら、うん、それは OK なんですよ、うん、特別仕様にする、特別仕様であれば OK、うん、そうそうそう、まあ、実際マシンガンとかつけた時点で車検は通りませんけども、なるほどねそうだね、はい、ちょっとねボンドカーっていうと最初の方 の、うん、007の映画でいうと、うん、ちょっとなんかチャッチーものが多いのかな、うん、もう車もそうなんですけど、うん、なんか仕掛けがちょっとチャッチーものが多いのかな、うん、はい、なんかタイヤの横からね、タイヤの真ん中から出てきてパンクさせるとかね、あ、そういうものが多いんですけども、まあ、もちろん映像もね、年代とともに新しくなっていくように、車も年代とともに新しくなっていきます。まあ、昨今ではね、急に消える車だったりね、はい、ひっくり返っても戻ったりね、ありましたね。で、007なんですけども、うんうん、実はこれ、ね、映画の中で、うん、Q は必ずこう言うんですよ、うん、壊さずに返せと、うん、確かに、はい、なんですけども、うん、一度たりともまともに戻ってきた試しがないんですよ、ね、これ別に車だけじゃなくて兵器に対しても言ってますね、はい、まあ、兵器に対して、そうなの、はい、たまには新品の状態で返してくれよみたいな、なるほど、無傷の状態で返せと、うん、なるほど言いますね、この仕事内容でそれを言うかってね、なかなかのね、この無理やり感確かにですね、はい、指示ね、厳しい会社ですね、うまい指示そうなんですよ、財政がね、そうなんですよね、なるほど、すごいですよ、DB10 の時なんてね、うん、かけた金額、うん、Q が言ったかけた金額、うん、300万ポンド、うん、今だったら、まあ、だいたい120円ぐらいか、ポンド、うん、もうそうですし、120ちょいぐらい、なんか話それるんですけど、うん、ポンドを、うん、このジェームズ・ボンドが有名になりすぎて、うん、ポンドじゃなくてボンドと思ってる人がいるみたいな、はい、一ボンドみたいな、はい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 、なんかありそうな、はい、ですね、今の価格で300万ポンドを計算しますと、うん、007が言ったセリフ覚えてますよね、ひろきさん、あの車なら川の底に止めてあるよって、あ、はいはい、川に突っ込んだんですよ、ね、はいはい、自分は脱出したんですけど、はいはいはい、川の底に止めてあるよって、うん、で Q が言ったのは、どうせいいですよ300万ポンドしかかけてないですからって言ったそのセリフの300万ポンドに今の日本円に換算すると3億9437万6822円ですね、落札価格ですね、まあ、約4億円かけて作ったそうですね、DB11、ね、ははいはいはい、それをね、一瞬で川の底に打ち詰めるという、しかもそんな スマートなセリフを残すと、はい、言えないね、言えないですね、無傷で返せというのに自爆装置つけたりとかねそれもまあまあまあ、それはおかしいだろうね、はい、まあでも一番は体が大事なんで一応はってなるべく使わないでねみたいな、あ、なるほど、じゃないですかね、あ、なるほど、で007いろいろ時計とかにも仕掛けするんですけど、ありますね、はい、時計なんですけど、うん、大体オメガとかの高級品を使われています、うん、マスターね、はい、うんうん、そうそう、だから結構時計もこの見るポイントで好きな人にとっては見るポイントだな、そうだね、時計よく、はい、うん、そうなんですよ、オメガの時計とかね、うん、スーツはアルマーニとか、アルマーニ、はい、はい、トム・フォードの、
デザインの、うん、そうなんですよ、結構すごかったんですよね。身につけるものは常に一流品なんで、うん、はい、うん、あとはですね、あの Q が開発したものの中で結構すごいなと私思ったのは、うん、スマートブラッド、スマートブラッド、うん、っていうとひろきさん分かりますね、あれでしたっけ、埋め込むやつ、血液の中にナノマシンを、うん、ほう入れて、うん、あのボンドがどこにいても追跡できるように、うん、なるほどね、最近のやつですGPS か、ね、うん、そう GPS、 しかもあの血液の中通ってるもんですから、うん、体調とかも全て把握できるという、ね、IC チップのね、はい、今のまさに今の話ですね、そうですね、ほうほうほう、いや後ろそういうのが最近、スペクターぐらい、もっと前ぐらい、スペクターですね、これがスマートブラッドは、はい、あとはですね、何だったかな、なんですなんです、まあ、僕の中に、はい、Q が開発した中で、うん、面白かった兵器ってあります、面白かった兵器、これ笑えるだろうっていう、あさっきのタイヤみたいな感じ、はい、の話で、そうですそうです、そうです、なんかいろいろありそうだよね、うん、なんか何がありましたっけ、よくペンとかもなんかあったようなイメージが、ありますあります、あのなんかゴールデンアイで、うん、このカチカチってやって、うん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 、しばらく置いたらバーンって爆発するのがあるんですよ。ああ、なんかありますよね。2回押すと入って、うん、2回押すと解除みたいなのがあって、あ、はい、なんかそういうのも、ね、それが、はい、あの目玉になるシーンとかがあるんですけど、あるんだ、はい、このなんこのトリックというか、はい、そうなんですよね。あとフレディっていう人形に、はい、フレディに試してみるとかって言ってカチカチってやってブバーンって模型が吹っ飛ぶっていうのがあるんですけど、はい、いいですねそういうの。あとはソニックアクチュエーター、ソニックアクチュエーター、はい、これはあの指輪型の兵器なんですけども、防弾ガラスに弾打ち込んでも割れないんですよ、なんですけども高音波ソニックを出す、指輪から出すことによって指輪をキュイーンって電源つけてから指輪をガラスに当てると、ガラス防弾ガラスも粉々に割れる、振動で、はい、っていうのもありましたね、はい、ダイアナザデイで出てきました、これはダイアナザデイですね、ダイアナザデイ、あ結構前だよね、はい、そうなんですよ、あとはまあね、あの僕の中であと笑ってしまったのは、うん、もう同じダイアナザデイで、うん、あのアストンマーティンが登場したシーンで、うん、あの Q がマニュアル渡すんですよ、あこれ2時間ほどで読めるよって言って、うん、で2時間ほどで読めるよ、読むマニュアルがちゃんと目通せよってボンドに渡すんですけど、ボンドがそれを、まあ、アストンマーティンに放り投げると、あの自動追尾のマシンガンがついてたんで、それでパンって打つんですよ、そのマニュアルをそしたら言った言葉が1秒で毒肌よキューって、うん、こういうなんか英国ジョークとかね、はい、あなるほどね、した部分が、ね、でキューは真剣に君も決してやりたいって言ってましたジョークでジョークを返すって素晴らしい、はい、これちなみにさ、はいはい、まあ、今改めてどっちで見ようかなって話か、うん、あれなんだけど、うん、疑問なんだけど、はい、吹き替え版で見た方がいいのか、あやり取りね、確かにこれ自分基本字幕版で、はい、外国あの映画海外映画見る人なんだけど、はいはいはい、たまにそういうのがあるじゃない、ジャッキー・チェンだったら日本語の石丸さんので見たいとか、ダブルセブンは結構どっちもあるんだよなってイメージがあって、確かにどっちもあれですよね、それこそ古い作品はテレビで放映されたところがあるので、うん、和歌山さんだったかな、和歌山源三さんだったかな、声優さんの声が印象的だから、うん、ショーン・コネリーはあの人の声で聞きたいとかっていうのもあるんですよ、あのテレビ世代の人とかは、どっちがいいのかなっていうね、まあ一番のおすすめどっちもまあね、なんですけど、そうだよね、僕はあのこのカジノロワイヤル最初字幕で見たんですよ、うん、でもいまいち内容がつかめなかったんで吹き替えで見たんですよ、はいはいはい、そしたら内容がつかめて面白いなと思ったりとか、そういうのあるよね、ありますね、あるよね、はい、そうそうそう、なので字幕で見て面白くないなと思ったら吹き替えで見ること勧めますね、うんうん、そうなんだよね、吹き替えのいいとこそこあるんだよね、うん、全部のというか全部の内容を理解するんでしたらやっぱり吹き替えじゃないと、うん、どうしても字幕は削られる部分があるので、そうだ、字幕って編集 の, あのやってる字幕翻訳してる人の周りにもよるから、うん、差し掛けもあるから、そうですね、はい、何を残すかっていうか、ね、はい、セリフにこれが、ね、まあ、一番はねあの英語を覚えてもらってそのままの言葉で聞くのが一番手っ取り早いんですけど、ね、まあまあまあ、いやそうでしょうね、まあ、最初はそうなんですよ、スピードラーニングだね、そうですね、あ高いなでね、あのそしてそうそうね、まあ、時間も切りのいいところで2曲目の方をいきたいと思います、はい、この曲はですね、慰めの報酬から最近の多いな Another Way to Die です、はいはい、結構ツイキャスコメント来てます、ね、そうやばい、結構来てます、結構来てるよ、結構来てます、あと多分銀のトロンボンさんだけど、うん、
初形ライダーに出てくる車って。ああ、初形ライダー多分ね、クライスラーのダッジ、ダッチバイパー、ダッチバイパーじゃなくて M4S と言って確か市販されてないやつだ、ね、へえ。それ多分、でも聞こえてるはずよね。聞こえてます、聞こえてます。ちなみにナイトライダーは何だっけ。ナイトライダーは トラえ、ナイトライダーのバイク。いや、ナイトライダーに出てくるコルベット。違う、なんだ、トランザム、トランザム、なんかなんとなく、ね、今車のあれになったから。そう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 、そういえばその意味だったらライトライダーって、ナイトライダー印象が車ねあるけど、あ、トランザム、そうそう。で、どのアビデンスその初形ライダーのやつがクライスラーのダッチ名言集、M4S M4S 出ました。今ちょっと待ってよ、市販されてない、多分台数限定で、さっきと同じ。そうそうそう。で、あともう一つが何だったかな、あと似たような感じの、その、007は一マーク開けて名言で調べてみて、ジェームズ・ノートンの名言。ダッチバイパーが主役の映画もあったけど、ああ、初期ではなくて何かのまたアメリカのその似た感じの、うん、これがメインの、うん、何だったかな、忘れた。うん、でもなんかありそうですよね、ダッチバイパー。ちょっとダッチバイパーのあの、うん、オープン、はい、ああ、なんかね、グランツーリスモっていうゲームやってるとダッチバイパーかっこいいなってイメージがあったから、うん、はいはい、映画に使われてなんかよくおかしくない、使われてはあります。そうですね、そうそう、あのほら今で言ったらその007みたいな感じの一番はあれですね、スコッカマティシェイクナックステア、そのうちの一つで一番有名なのが、どこにあったこれ。これはもう僕の記憶です。今のやつはメインにしてるやつで出てきたのは多分ダッチバイパー。結構有名なタイトル、結構タイトルは多分有名だと思う。普通にそう、あの地上波でも流してるぐらいの。ああなるほど。へー、ボーン、あ、ボーン、ジェームズ・ボーンの名言です。ああ今日はじゃあこっちの演技行ってもらいましょうか、うん、自分たちよりはもう、もう、ダブルセブンでの自分たちの楽しい英語で行ってもらう、英語で、あ、出た、ボッカマティーニ、シェイクナッツステア。どこどこ、これは楽しい英語塾っていうサイトに出てきます。 Straight up with a twist、 レモンを絞って、うん、あんまりいっぱい出てこないな。カジノロワイヤルの、うん、カジノロワイヤルの名言書あるな。カジノロワイヤル出ますね、うん、他にないかな、もうちょっと。なんだよ、あ、一応これ日本語のあれなんだ、セリフ、うん、名言集やってもうちょっとなんかダブル、あれもありましたか、この言葉でのもありますよ。例えば吹き替えで、うん、あのゴールデンアイでゼニア・オナトップってキャラクターが出てくるんですよ、うん、で、あのオナトップ、あのオナトップって名前が珍しいみたいなんで、大丈夫、ジェームズ・ボンドが大丈夫、オナトップ、コート大丈夫、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 ミロクさんだったらなんでもいい、大丈夫、よかった、あのボンドがオナトップって聞き返して、うん、ゼニアがオナトって返すシーンがあるんですけど、日本語の字幕だと女の頂上みたいなトップって訳されてるんですよ、はい、これは戸田夏子さんがここは笑いどころだって言って、あえてこういう訳にしてるんですよ。なるほど、そういう、あの戸田さんのはあの映画の笑いどころで必ず笑わせたいっていうのがあるんで、若干翻訳と違っても必ず笑いどころになるようなセリフを選ぶっていう、ね、戸田夏子さんなんだ翻訳、はい、戸田さんも結構ダブルさんね、そうなんだ、なので実際は違う、いや役と全く違うじゃないかと思う人もいるんですけど、うんうん、この作品の笑いどころで必ず笑わせるっていうものを、はい、重視するので、戸田さんはそういう役、うんうん、あえてそういう役になったりするんですよ。その味わいの妙というか、そうです。だからそこを、いやいや僕はセリフが聞きたいから嫌だっていう人もいれば、うん、やっぱり笑いどころで笑いたいよねっていう、うんうんうん、まあ、だから作品 の, この世界観を含めてのね、この関係性を含めてのこのでしょ、はい、うん、選んでることだから、それもまた字幕か、なるほどね、分かれる、さっきの話も選ぶと分かれるところね、はい、確かに、ああ
じゃあそうなってくると面白いね、これ長い作品であることどっちで見るか、そうですね、印象変わるかもね、変わりますね、だからちょっとなんでどっちでも見ることがやっぱり一番いいのか、特に自分は過去に見てたけれども、はい、ちゃんと内容で把握したで見てるわけじゃないから、だからね、こういうのはかえって今特に内容も今は分かる、そうっていうか、はい、背景を、はい、ある程度社会背景を、はい、ある程度知るようになったら、はい、こういうダブルセブンの作品は面白いかもしれない、はいはい、社会情勢かなりあれ影響受けるもんね、このゴールデンアイっていう作品が多分90年代なんで、はいはい、ちょうどソビエト崩壊したのと冷戦終わりのと重なってるので、そこら辺の話とか出てくる、ベルリンの壁の辺もあるじゃない、ベルリンは関係してくるのもある作品で、ドイツ、ベルリンありましたっけ、ドイツはなかったかな、西側東側あっちもなんかそういうスパイっぽいイメージがあるんだけど、ダブルセブン、あ、終わりが開ける開ける、どっちかな、あ、ツイキャスいきます、ちょっと音楽言うね、いいな、じゃあマイク入れるよ、時刻は7時41分を回っております。スカチャナニソマーティン FM ギノワのスタジオより生放送でお届けしています。さあそれではツイキャスの方を少々、はい、行きたいと思いますけども、うん、さあここは誰に行ってもらいましょうかね、まだイアンソープなんですかねイアンソープイアンソープじゃない、そう見たんで、ああなるほど、まずこっからかな、はいはいはい、中の、のの中の銀のカニさん、はいはい、銀のトロンボンさんですね、はい、ヨナミネ D に大発コペン、はい、マニュアルをボンドカー風にって言ってね、コペン、はい、そもそもヒロキさんはマニュアル乗れませんと、マジでかそこは特訓で、はいはいはい、解除するだけの話です、できる、いや鼻から解除しておいてこうよ乗るあれがないんで、今のところ乗る予定がないので、いやいやいや、はいはい、じゃあそしてね、はいはい、次さあそしたらひろきさん読んでいってみてください、どこ読みますか、ブルガリさんの読みます、はい、俺のあそこを黄金銃にわら、どこそこ拾ったかあのそれ言わそうとして僕に振ったとか思いましたよ、まあ、そうなんだね流れね、はいはい、アストンマーチンを買えばボンドカーもついてくるのかと来てますね、うん、はい、ワストマーチンから漏れなくひろきさんがついてきますと、いらね、ここは恋しですっていう、はい、なるほどね、はいはいはい、でそして、次はじゃあエコさん呼んでみてください、はい、どれどれでもいいです、あ、もう一つちょっと別枠でいきますか、さっきも来てたんです、うんうん、トロンボンさんから、はい、あの車の件で、はい、処刑ライダーに出てくるやつ、処刑ライダー、映画処刑ライダーに出てくるのが、はい、クライスラーの、はい、何だったっけあの特殊なんですよ、ダッチバイパーじゃなくて、はい、MS4 だったかな、はい、って感じ、アメ車なんだけど、なるほどですね、うん、処刑ライダーで使った車、うん、そうそうそう、ひろきさん口パクで下ネタ言うのはやめましょう、すぐすぐそっちに持っていきますね、放送班に乗ってないから大丈夫だよ何ちょっとぶっちゃけない、今さらっと今言った時ね、そして名古屋のダンサーズさんからも来てますね、追加する限定解除しましょう、マニュアル面白いことね、本当そう、はい、楽しいよ、本当そう、うん、マニュアルだからこそ車をくるくる振り回す、ね、動かしてる感じ、運転してるって感じ、そうそう、なんかでも最初僕マニュアル取ろうとしたんですよ、そしたら教官にやめた方がいいよって戻されたんですよ、でも冷静に考えればそれを正すっていうか、うん、それ乗れるようにするのが教官の仕事じゃないのかとは思ったんですけど、暑いですね、はい、暑いです、思うでしょ、はい、最初、はい、マニュアルで来て、はい、もう適正ないなと思ったら迷わず、はい、すぐ帰るんですか、そう、ああの逆にマニュアルでギクシャクして事故を起こされてもかなわんから、はい、ああなるほど、それよりはオートマの方が簡単に運転できるから、うんうん、運転手これでまず慣れなさい、とりあえずまずは、あそうかもしれないです、はい、そうですね、マニュアルに関しては名言があるんですよ、ほう、頭で考えるな、体で覚えろ、うん、まあ、でも全部そうじゃないです か、だからブルースリーって話になってますね、はい、ちょっとね話戻しましょう、ちょっと僕これ気になったんでこれをちょっと皆さんに聞いてみたいと思います、ブルガリさんからのコメントなんですけど、はいはいはい、日本のクラウンとか007出てほしいなっていう出てきてるんですけど、007に出てきてほしいボンドカー
ボンドカーにしたい車ってあります？国産で国産でも、まあ、外車でもこれお任せします。あ、じゃあ単純国産、自分は国産だな。スポーツカーで言ったら、はい、やっぱ GTR とか、うん、86、今の86、昔の86じゃない、今の86、トレノじゃなくて今の86、86という、ああ、ほう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 、逆に86の方が、86とかあと RX8、RX8、ああいうのがボンドカーだったら似合うのかな、なるほど、GTR よりは、なるほど、そこはスクラムとかではないんですね。スクラムは逆に装甲車にした方がいいんじゃないですか。はい、そして MC 天賀さんも、まあでも RX8 はそうかなって感じ。なるほどなるほど、うん、やっぱり形が、うん、はい、ランクルとか、ランクル、あの敵が、あ、なんかもう彼完全な装甲車になるの、環境な、うん、ランクル装甲車、なんかそのやっぱりシーンほらあるじゃないですか、戦車が出てきたりシーンとかみたいな感じでちょっとランクルを出すみたいな、はい、実はですね、めしコメントでごめんなさい、ロードスター、これ私ロードスター、俺もロードスターもいいなと思う、ロードスターもいい、ロードスターいいかも、 あれは排気量がちっちゃいですよね、ああまあまあ、決定は、はい、でも形はいい、いい、ね、まあ、形はいい、ロードスターとかね、はい、かっこいいですね、なるほどなるほど、ただ小さいですよマジで、まだセブンよりちっちゃい、一回り、そうか、大きさ的に、うん、だから大きさを考えたら、うん、あの辺りかな、うん、はいはい、86とか8あたり、うん、8あたり、うん、なるほどね、いいですね、うん、ブロスさんね、いいですね、ひろきさんは他に何かおすすめくるしたい車、これをボンドカーにしたらいいんじゃないかっていうね、でもまあ今大体出たやつですよね、それ RX8 とか、ああ、うん、また今なんか、あ、はい、コスモね、ね、コスモね、コスモ、もう一応あれもロータリーだけどね、はい、うん、みんな、うん、やっぱりロータリーはね、ここはやっぱり僕の中では、はい、やっぱりボンドっていうとスポーツカーってイメージもあるんですけど、やっぱり高級感のある服を着てるということで、うん、マジェスタとか、マジェスタだったら自分レクサス系行こうかな、うん、IS、LS とか、あ、レクサスもいいかも、はい、なるほど、ひろきさんはどっちかっていうとミライス一択、うん、そうね、そうなっちゃうよね、ボンドがミライス乗ってたらなんかチャッチーな想像ができない、日本人だったらまだ分かるんですけど、うん、そもそも僕の中で軽自動車日本人が乗ってたらあれなんですけど、ね、なんかガタイのいい外国人が軽自動車に乗って中でもちょっとチャッチくないですか、あ、うん、本当にミニカーに乗ってるみたいな感じがして、まあ、なるほど、ゴーカートぐらいの、あっちでもほらミニに乗ってる人よ、うん、あ、でも、あ、まあでもそうだね、ミニはでもなんかおしゃれじゃないですか、まあね、ちょっとおしゃれな感じするけど、確かに、はいはいはい、K はもう K なんで、あ、なるほど、ミライスに乗ってる、ね、ボンドって言ったら多分なんかもうパンチで殺せそうな気がワンパンですワンパンでだからそういう意味だとうんって感じですね、やっぱり高級車とかスポーツ車ですよ、いや、もしかしたら9にかかれば300万ポンドかけてミライス改造してくれるか、そうですね、300万ポンドをミライスにかけるっていうね、どんな感じなのかな、逆に見てみたいなもうあれで、このままでもう原型とどめてないんだけどいや、見た目は外観はミライスだけど、うん、中はもう全く別物、ああなるほどね、多分一人乗り仕様になってるはずなるほど、二人も乗れない、あ、それいいんじゃないですか、一人乗り仕様完全な、うん、なるほど、コックピット、まさに飛行機の、そうそうそう、なるほどなるほど、あ、いいかもそれ、ね、確かに、うん、でも実は007の映画の中で一度だけ国産の車が使われたことがあるんですよね、あるね、はい、うん、さあその車両はひろきさん 2000GT、そうです、トヨタ 2000GT、はい、そうですね、はい、そこギャグ、ギャグのやられてハスラーとか言うんかなと思ってた、ハスラー割と近い、ハスラーもいいんじゃないの、鈴木の系、ね、割と最近、割と最近、割と最近ラパンとかね、あ、まあ、そう、かわいい、はい、トヨタ 2000GT、うん、はい、あれも球数の少ない車でしたね、品川ナンバーで走ってたんですかね、確かボンドカーは、そうなんだ、ボンドカーは品川ナンバーで走ってて、へ、唯一日本車がボンドカーとして登場した、お、はい、それはすごい ね 2000GT にはなんか特殊装備は積んでたんですかね、なんかのレーダーが乗ってたような気がします、確か、なんかのレーダーが乗ってた、攻撃的なものもなんかミサイル的なはなかったかな、日本を舞台にしてたら、うん、多分そんなドンパチできないな、治安的にそこはちょっと社会情勢反映するで、なるほど、とりあえずそれ以外のもの、あ、できる範囲の、そう、あ、そうなんですよね、
面白いですね、うん、こうやっていろいろ話を聞くと、一、ねうん、つダンサーズさんがね、はい、一ついい車あげてくれたね。あ、これいいですね。ランエボ。ランエボいいですね。ランエボとかね、あと、はい、その系統で言ったらインプレッサとかね。そうですね、インプレッサ。やっぱりあのね、あの覆面と同じでレガシーを使うのもありかな。そうそうそう、あ、あれ卑怯だよな。あれ卑怯。インプレッサじゃないんだよ。GTR じゃないんだよ。うんうん、レガシー。なんでレガシー？うん、まあだけど早いのよ。へえ。まあ早いのよあれ。だって一緒だもん。インプレッサと物は一緒だ。物は一緒。ただちょっと大衆向けにしてるのがインプレッサ。インプレッサ。なるほど。あ、インプレッサ。あ、え、レガシーだ。なるほど。ここあえて意表をついて新しいボンドかセレナでいかがです？セレナ。あれはやばいだろ。だいぶだいぶふんわり。ノア。なんだろ。いや、いいね。ファミリー。絶対もう分からんよ。見た目は絶対分からん。そうですね。ノアとか後ろ開いた瞬間ミサイル出てくるんですよ。そうそうそう。それはそれで面白いけど。もうある意味本当走行車だよ。ああ、そうですね。走る戦車だよ。そうですよね。確かに。はい。最強だろうね。はい。ハッチャトホービーさんから S660 で。ああ。あれね、物詰めるスペースないんですわ。まずないよね。あの車検証しか入れられない。車検証。そもそも、ブルガリさんがそもそもアストンマーチン時代日本で走ってる台数少なくない？少なくない。もう少ないです。ないです。正直言って少ないです。そうですね。少ないです。はい。私も買いに。代理店あるの？赤坂に。ああ、東京にあります。人気がないってことですか？いや、高いから。価格が高い。高いから。高すぎて。そっち。維持費も高い。なのにさらに高いフェラーリはよく見かける。あ、そう、まだフェラーリの弾数出してるからでしょ。あ、多分そうですね。多分、はい、あの台数的にはフェラーリの方が出してるから。アストンマーチンね、僕もね買いに行こうと思って赤坂のディーラーも実際見に行ったんですよ。お、はい、これガチの話で。ガチで、はい、めっちゃ高かった。あ、いや、そうなんだ。めっちゃ、めっちゃどころじゃないでしょ。あのお家一軒かける買えた2500万円って書いてましたね。走るお家でね、はい、名古屋のダンサーズからダンサーさんからもプリウスが面白いかなと思います。またそれも低燃費になっちゃう。そうだね、低燃費になるんですけど、でも未来イースには勝てない。そうね、まだ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 イースには勝てない。まだまだ。はい、ということでね、もう、という、あっという間にね、もうお時間も残り3分となってまいりました。本当だ。はい。いや、今日もね、007の話で盛り上がってしまいましたけどもね。話足りないこといっぱいありますよ。敵の話とか。これ何の番組でしたっけ？これアニソンのソングのところを撮ったら、音楽もね、007は結構だから、そうなんですよ。マドンナが主題歌を歌ったりとか、最近だとアデルとか歌ったりとか。多分次の主題歌は私が歌うんじゃないかな。ああ、次はね、次回ですね。ブルースみたいな感じ。はい。ヨダミネディはあとでミーティングですね。ミーティングはしご、はい、ミーティングはしごしましょうね。はい、というわけでスカちゃんのアイソマーティン、本日はここまでとなります。いかがだったでしょうか。さあ来週のテーマをね発表したいと思います。来週のテーマはですね、まだ決まってなかったんですが、はい、今決めました。はい、前に一度やったんですけども、ほうほうほう、前はしかもすごく駆け足だったんですよね。うん、はい、というわけでもうちょっと詳しく語りたいなということで、うんうん、ワンピースを。おお、はい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 、まあ映画もやってますしね。映画もやってますし、やっててね、昨日もね、はい、やってましたよね。上映やってるということで、そうです、近日の式の方だったかな。あ、そこの面を9時から地上派で出してました。うん、ああ、やってました。空飛ぶ海賊禁止誌ですね。唯一インペルダウンから脱獄した海賊の中の一つ。うん、はい、やってたね。やってましたね。ひろきさんはワンピースは分かる？ワンピースは分かりません。上下一緒になってるやつですよね。まだざっくりですね。一応ワンピースって言うんだけどね。意味が違うな。意味が違いますね。あ、そっちね。ね、大秘宝ワンピースを求める海洋ロマンということでね、まあね、ざっくり説明しますと、ルフィが仲間引き連れてグランドラインにラフテルという島を目指しますでね、こんな感じの、まあ、これぐらいでいいんじゃないか。来週に撮っときましょう。そうですね、
はい、それでは塚ちゃん兄様にここまでとなります。今日お届けしましたのは、はい、私塚ちゃんごときさらぎ司とヒロキクスとエコザエルと MC 天下、はい、MC 天下さんまた来週来てくれるかな。おウェイトも張ってんな大丈夫ですよね、はい、エイドもエイドもなんでテレマークが、はい、ねえ何ですかね、はい、それではまた皆さん、はい、来週夜、はい、土曜日夜7時にまたお耳にかかりましょう。それでは皆さんさようなら。さようなら、はい、さようなら。あ、こっちもなこっちですね両方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 